巌流島全日本武術選手権トーナメント1回戦、パンクラシスト対現代空手道研究会。雑草パンクラシスト草マックス、完全実力主義を歌う MMA 団体パンクラスを主戦場にする男。雑草のごときタフネスさと折れない心でこのトーナメントを勝ち上がる。対するは現代空手道研究会空手科学者健吾。戦いの中に知識と理論を詰め込んだ文武両道の空手科学者。ベールに包まれたその実力やいかに。巌流島全日本武術選手権トーナメント1回戦、草マックス対健吾。青型182センチ76キログラム、現代空手道研究会健吾。赤型181センチ77キログラム、パンクラシスト草マックス。主審友武隆雄。転落。青形健吾選手に転落位置が入ります。転落。青形健吾選手転落に入ります。これにより赤形草マックス選手はあと1回の転落で負けとなります。タイムストップ。ただいま金的により時間を一時中断しております。選手に休養が与えられます。今しばらくお待ちください。
青形健吾選手に筋力により注意が1与えられます。再開します。同体転落、合わせ一本、勝者青形健吾。2回戦進出となります。両選手に大きな拍手をお願いいたします。